お。お。あ、ありがとうございます。1キロが。あ、好きな方はもうペロです。2人前。今日はですね、この後ろにあります多松食堂さんにお邪魔しようかなと思います。こちらのお店です。あ、こんな感じで、お邪魔します。あ、ちょっとこんな感じなんですね。メニューが基本的に、セルフサービスって書いてますね。多松食堂のモットーは少しでも日々の暮らしを美味しく楽しく、なるべく旬の地元の食材を使って、なるべく手作り、なるべく無添加のおうちご飯ですということになってます。あ、こんな感じでこたつ、こちら多松食堂さんなんですけども、まあ、かき小屋ということでね、こちら地元ならではの食べ方、半貫酒蒸しというのがねあるということで、ちょっとそちらもね、あの視野に入れて、見ていこうかなと思います。1キロが。いや、好きな方はもうペロです。2人前してもらおうか。はい、お願いします。2キロ。これは酒蒸しなんですか。そうです、酒蒸しお願いします。2キロで、はい、はい、というわけで殻付きかきとキーマカレー注文いたしました。ちょっとね、お散歩したんですけども、まぁ、こんな感じで猫ちゃんいたり、漁港、水揚げ場をね、おそらく改装しての、この多松食堂さんなんですけども、なんとなくすごいいい雰囲気な感じがして、ほっこり、時間が過ぎたかなという感じですね。まぁ、その中でもまぁ、こたつが、あったりとか、まあ、その季節に応じて対応した場所かなと思います。まあ、夏もね、おそらくあの楽しい場所になるのかなといろいろ考えながら、回ってみました。あ、ね、多分夏とかもやってそうな雰囲気ですね。こうスタイルね、ですね。あ、ですよね、こういう感じの。換気は基本的なものだ。ですね。
スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あ、こんな感じですね。はい、こんな感じになります。空いてるのはもう大丈夫です。ちょっと火加減だけ注意してください。で、空いてないのはこれがリンとなったら全部開かないので、はい、リンとなったらもう全部食べられるので。あ、しばらくありました。あ、ありがとうございます。はい、この家で。うん、これ。ちょっと。お。お汁を逃さないようにお汁をそのままできれば。で、ここ。はい。この上に。そうですね。おお。お汁はこれで飲んでいただく。ジュースを切って。はい。さあ。食べたらちょっと美味しかったので塩まずまだ。こんな感じになってます。おお。あ、ありがとうございます。すごっ。早速いただきます。うん。あ、そのままでもいけますね。おお。いらないですか。はい。いただきます。うん。うん。コップは2つの方が良かった。はい。地元の食べ方なんですよ。ああ、そうなんですね。はい、地元はもうこうやって。あ、だからこの地域ですよね。はい、なんかだいたい普通に炭とかそっちで焼く、うん、イメージがあるんですけど、うん、なんかこういうのはすごい初めてというか。ああ、ほんまに良かった。ね、なんか普通に炭とかで焼いたらやっぱりなんだろうな、水分が抜けて余計塩辛く感じるんですよ。うん、でもこっちだったらある程度その。シュワというか、一番バランスがいいなってすごい感じますね。ゼロですからね。ゼロ。はい。うん、ね。お酒飲みたいんですけど、やっぱりあの車の運転になります。家に帰ってからでちょうどいい感じです。はい。じゃあお疲れ様です。いつもありがとうございます。開ければ。そうです。この汁飲む人とかいるんですか。います。まあそうですよね。います。おお。これでなんか中にやっぱなんかいろいろ入れたりしてるんですか。そのままお酒と。ああ。もう少しの少ないですか。大丈夫。じゃあこちらのカレーもやはり手作りです。やっぱ牡蠣とか関係はなく、これは関係ないんですけど、わっかのお野菜使ったり、あ、はい、あ、先ほど書いてた無添加の地元の、そうです、そうです、そうです、わっかのお野菜使わせていただいたり、はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。うん、でもね、あ、美味しいですねこれ。うん、うん、うまっ。うん、あ、いただきます。よいしょ。うん。
なんか濃厚なんですかね。どうなんですかね。これはまあ、まあまあだから、まあまあこれでいこう。ちょっと生レモンポン酢つけて。うん。まあこれはこれで。いう感じで今日は終わります。ありがとうございました。ね、次来た時はお酒飲める感じでオフで来たいなと思います。休みっていうか関係季節関係なしでねやってるということで、ぜひ皆さん行ってみてください。すごいいい場所でした。この動画いつも登録とボタン、バリともとも買ったボタン、チャンネル登録もよろしく。はい。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。